い、皆さん、こんにちは、こんばんは、どうも、カメです。ちょっとね、いいことがありました。なんとですね、ダイヤモンド迷彩をゲットしました。はい、これ視聴者のなんですけども、もう一回言います。視聴者のなんですけども、大事なことなので2回言いました。でですね、この僕の視聴者にですね、みんな、ごめん、誰か、ダイヤモンド迷彩持ってないですかって言って、もう頼んで、もう土下座してまでこれ手に入れましたね。うん。というような感じなんですけども、今回は RS のこのダイヤモンド迷彩と、実はですね、この方すごいんですよ、これ。PDW も持ってるんですよね、これ。PDW も、しかもね、このね、ダイヤモンド迷彩のすごいところが、はい、マークスマン。これね、拡張バレル。はい、こんな感じじゃないですか。で、このアタッチメントもなんと適用されるんですよ、この迷彩が。やばくない？で、しかもね、この人まださらに持ってるんですよね。これ超かっこいいよ。これマジでかっこいい、これ。これ KRM の、これダイヤモンド迷彩。やばない。これね、あのね、はっきり言ってこれ騙すか、なんすかこれ。これなんやねこれ。アンコモンと一緒やないかよ、この、うん。もう、この迷彩とほぼ変わらないから、騙すかす迷彩みたいな感じなんですけども、これ。騙すかす迷彩、ゴールドの、プラチナの、これなんかもうなんか、錆びてへん、お前、プラチナ。これダイヤモンド迷彩。あー、いいね、これ。もう匂いがしてくる、本当に。なんか、お金の匂いがするね。っていうような感じなんですけどもね、今回このダイヤモンド迷彩の RS 使っていこうかなと思います。早速使っていきましょうか。でですね、ちょっと FPS 視点で見ていくんですけど、見てこれほら、輝きえぐない。なんかね、もうなんか、クロコダイルの肌みたいになってるし、このダイヤモンド迷彩みたいな感じなんですけども、アイアンサイトは変わんないです。まあこういうところがいいよね。てかさ、これなんかもう輝きが違う。これなんかさ、荒野とは違えわ。あ、これ荒野部屋じゃないからね、うん。というような感じでですね、めちゃめちゃ見やすい。しかもこれかっちょいいというような感じ。なんかその全くね、その見にくいとか、そういうことは全くなくて、皆さんね、ぜひぜひこのダイヤモンド迷彩使ってみてください。ちなみに入手方法なんですけども、軽く説明していきましょうか。まず SG の場合ですね、この迷彩を手に入れたいんだったら、はい、これですね、はい、ワンマッチ中に10キル獲得を120回繰り返すとアンロック。で、これに関してなんですけども、他でもそうですね。だから120試合10キルを取らないとダメっていうことなんですよ。はい。これ SR も違うんですよね。そう。ワンマッチ中に10キルを80回。まあ、さっきはその130とか150だったんですけれども、この SR とか AR とかでこの条件とか違いますんで、皆さんこれをね、確認してから、やってみるといいかなと思います。それでね、早速このランクマッチ使っていきましょうか。それではここで一つ、ちょっと裏技、闇の知識を教えたいなと思います。実はですね、10キルして途中抜け、10キルして途中抜けでも、なんとこれ、1試合にカウントされるんですよね。だから、ランクマッチでは絶対にやらないでください。なんですけども、通常マッチとか、そういう、まあ、ランクマッチ以外のマッチだったら全然ね、その10キルして途中抜けを繰り返すというような感じの方が一番効率がいいと思いますので、皆さんぜひぜひね、これはまあ、もう一回言いますけど、ランクマッチでは絶対にやらないでください。うん、これね、もしそのやり方が流行ったらなんか俺が広めた感じになるし、で、ランクマッチでその途中抜けをしてはね、もちろんペナルティとかかかってしまうんで、多分やる人はやるバカはいないと思うんですけども、まあ、通常マッチとかでそのダイヤモンド迷彩を早く手に入れたいっていうんだったら、その10キルして途中抜けっていうのをやってみてください。それでは早速ランクマッチ行きましょうか。はい、ということですね。皆さん、この RS どうでしょうか？なんか、俺のみたいな感じに言ってるんですけど、これ視聴者のですね、ごめんなさい。はい。ちょっと出しゃばりました。やっていきましょうか。ちょ、これ多分ね、下から来ると思うし、今回視聴者のね、アカウントでやってるんで、あんまりちょっと先般こけないですよね。そう、あんまりなんかいるんですけど、やっていきましょう。いるんだけども、どうしようかな、これ。なかなか厳しいっていうのは、うん。ちょっと配置もね、感度も結構厳しいっていうのあるんで、カメさん文句言わないよ。カメさん文句言わないよ。貸してもらってるのに文句は言わない。さ、リロードしていってあげて、下にいるよ。大丈夫 ?OK? なんかいつも遅刻してたわ。こっちもビートろか。OK? ナイス。なんかいるよ。ビ、OK? いいですね。さ、しっかりカットしていく。ビート出るんか。B 取れてるのは強いですよ。これしっかりカットしていって。さあ、リロードボタンはなんか変なところにありますね。おい、カメさん、文句言うな。文句言うな、お前。文句ばっかりじゃねえか、お前。ふざけるなよ。じゃあ、カメさんさ、ちょっと最近滑舌悪い理由教えましょうか。まあ、最近もちょっと悪いんですけど、ちょっとカメさんね、実はちょっと虫歯ができてしまって、ほっぺた膨らんでるんですよね。そう、なんか、虫歯になったらほっぺた膨らむじゃないですか。それちょっと今めっちゃ喋りにくいですよ、ほんとに。うん、言い訳じゃない、これ。うん。ちょっとこれどうしようかな。でも言うてこれ味方強しやな。てかさ、ダイヤモンド迷彩の、この動画なんか、ダイヤモンド迷彩の話しようか。この、ダイヤモンド迷彩が目に入らようか。ずっと俺のこと監視してくるわ。これ多分下来るんですよね。さあ来いよ。いや、いる、見えた。カットしてえの。もう一人下から来るんで。カットしてえの。いいよ、これ。しっかり連携で繋げていく、これ。これ、金待ちよ。金待ち。金町オンラインしか勝たん。一回下がらして、一回下がって。いや、いいよいいよ。
いいね、カメさん、しっかり絵も調子いいよ、これ。そう、これ本当にね、ダイヤモンド迷彩のおかげよ、本当に。うん、ダイヤモンド迷彩のおかげで、なんかエイム力が強まってるとかないから。また炎上してんの、うん。ブチブチにするぞ、お前が来て、このダイヤモンド迷彩が目に入らんのか、なんかうざそう。お前なんかちょっとあの、首かしげるのやめろ、こいつ。首かしげるのやめろ、ちょっと。アナイアレーター出していいっていうの、あ、言うてもキルトップやな、今回。俺のアナイアレーター、パーコーン、パーコーン、ふざけるな、この野郎が、マジで。黙れ、こそ。いるよ。ピチピチピチ。いいね、これ RS。今シーズンはマジで俺 RS 愛用するから。ナイス、ナイス、ナイス、いい。なんか湧いてた、腰打ちもない、いいね。さあ、ナイス UAV、いいよ、UAV。UAV 好きよ。UAV 出してくれるっすけど、好きよ。うん。滑舌すごいなった。ま、と言いたいところなんですが。オッケー。来いよ。絶対来る。ピピピピピピ。もう一人。ビビってんじゃねえぞ、お前ら。はい、ハニートラップに引っかかった。ハニートラップの意味理解しないの。さあ、これカットしていってあげて、いいよ。さあ、ショックRCとなんか、ハッピーセット、ハッピーセット、ハッピー。いいね。ドンミやっていく。いいよ、これ。お前、頭までいかれてるじゃねえか、お前。カットしてえの。カットしてえの。いや、今回いいぞ、これ。かっこいい。もう、ダイヤモンドメッセージどうすか、皆さん。本当にね、120試合やるだけで手に入れれますんで。なんか結構絡み入れてるけど、120試合も逆にやらないとダメなんですよ。厳しくないか。相当価値でかいじゃないですか。しかもね、ダマスカスメッセージ個人的にはかっこいいと思ってる、ほんと。これ、クリアな、これだと。テレビ見て。カットして。いやーなんちゅうだなお前マジでこいつらブチブチにしてやるぞペンお前さもうやめるわこのゲームやめるわ引退します引退します引退しますとか言ってお前伏せるの行くねこれカットしていってんの大体引退するってやつに限って引退しないから俺のダイヤモンドメイジェがメイン入らんのかこれ、うざいからやめるぞ。なんかいる。カットしていくー。はい、やらうとナイスー。来てそうであるけど、来てますよね。もうここ、えぐいって助けてお前、はい、あ、お前、え、買っていく。強っ。オッケーオッケー、いいね。一瞬玉抜けしようよ。マジ、ブチ切れそうになったけど。さ、UAV とショッカルシー出していっていうの。ここ、いるんじゃないのこれ。買っていって、上にもいますよね。いいですね、これ。強いわ、これ、ほんとに。来いよ。ビリ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 、オッケー、いいですね。だからさあ、やっていくよ、これ。なんですが、これ多分下から来てるよね。ナイスまだいるまだいるまだガスカル買っていくよ。大丈夫か、お前。よいしょいいですね。さあ、あ、なんかめっちゃ無双できた。めっちゃ無双できた、今回。やばくね、今回。30迷彩、これね。ダイヤモンド迷彩のおかげなんですよ、実は。ダイヤモンド迷彩だったから、できたこと。いいですね。ブチブチにするぞ！さあ、ということで、28級のナレス、旗は一回も乗ってないんですけども、まあいいんじゃないでしょうか。ということで、皆さん、このダイヤモンド迷彩だったんですけども、どうだったでしょうか。ちょっと今回ね、視聴者の赤をお借りしてね、ちょっとやらせていただいたんですけども、本当にこれかっこいい。多分ね、俺のアカウントでも、おそらくこれダイヤモンド迷彩ゲット、入手しに行くかと思います。皆さんね、ぜひぜひこれかっこいいと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもですね、COD モバイルの、豆知識情報だったり、武器紹介動画だったり、やっていきたいなと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録などどんどんよろしくお願いしますよ。カチュリチュがちょっとね。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。